こんにちは、プラムです。今回は犬ポケトイチでランクバトルに潜っています。それから伝説の犬ドシアン、同じく伝説の犬ウィニー、コーギーが元ネタのワンパチ、オオカミこと山犬が元ネタのルカルカン、ニューファーランド犬が元ネタのムーランド、ナマコムシはあれです、飼い犬のことを昔の言葉でエノコと言ったらしいのですけれど、エノコとナマコ響きが似てますし、これは実質エノコ節ですね。今回からですね、ランクバトルで禁止級伝説の子を連れて行けるルールになったんですけれど、伝説の子たちで誰が釣るのか全然知らなかったので、ついと噂のザシアンを連れてきてます。フォーメーションフォーメーション A で行きたいと思います。多分初手ウラオスかカバルトンかな。ウラオスだったらいいな。よし、最悪ですね。でもこれは砂かけをしましょう。あくび、ステルスロックかあくびだとは思いましたけど、あくびでしたね。よし、砂かけかわいい。でもカバルドン砂起こしで常になんか砂にもみれてるのにちゃんと命中率下がるのちょっと面白いですよね。ここはでも、潔く運に交換します。ありがとうパチン。よし、頑張れウィンディー。ステルスロック OK ですね。ここ地震だったらちょっと嫌だったなって思ったので。さあ、伝説の犬対カバの対面です。で、この子はですね、大草原をね、ソーラービームを覚えさせているので、よーい。チッパーン!ヒュイーン!ダン!ダン!ダーン!おほー!ワンちゃんですからね。よーし、いけー、大草原ドカーン。オッケーですね。一撃で持っていきましたね。この子ね、特殊型なんですよ。で、特性の方はね、もらえびになってて、オッケーオッケー。ザシアンに、打とうとしてる負の技をもらえびで吸いたいなって思って並べてます。威嚇も特性的にとても強い特性なので迷ったんですけれど。さて次誰出てきますかね。伝説枠、あ、無限ダイナが出てきましたね。個人的にはレイドでおなじみって感じのイメージなんですけど、耐久型も普通に打ってくる子もいるんですよね。どうしようかな、ダイバーン今一つよりはダイアタックの方がいいかな。晴らしてもいい気がしたけど、解放者とかでね、ダシアンの威力撃たれた時に、いや、もうダイアタック、これがね、耐えるかな。えらいえらい。そう、ダイマックスのポケモンに威力がいっぱい入っちゃう技なんですよ。えいー、オッケーですね、オッケーですね。素早さも下がる。あ、そっか、命の玉で落ちてる。そう、持ち物は命の玉なんだ。あー、いや、でも頑張ってくれましたね。カバルドン倒して、で、無限ダイナにも一撃いられて、偉いですね。さあ、
これはでも、ワンパチ入れなくても、そのままドッシアンの方がいい気が、しますね。よし。頑張れ、ドッシアン！さあ、伝説の犬、2匹目です。で、特性がね、強いですからね、出ただけで、攻撃が1段階上がるので、でも、剣の舞をします。無限ないのはね、コスモパワーとかで釣って、なんか耐久勝負してくる子も、普通に打ってくる子もいるんですけれど、あ、帰ってきましたね。さっきの感じで見ると普通に打ってくるのかなって気もしたんですけど、ミミッキュが出てきましたね。これ普通に打った方が良かったかもしれない。でもこれで3段階アップですからね。よし。ミミッキーの化けの皮を、巨獣山に、スラッシュしていきます。よーし。いけー、巨獣山。この文章すごいかっこいいですよね。このね、ダちゃんはサブラムから連れてきたんですけれど、中国名のこの、青い響き、なんて言うんだろう、かっこいいですね。あー鬼物理攻撃の威力を避けてきましたね。鬼火かー。どうしよう、これちょっと剣の前で火力をもうちょっと上げたいですね。下げられちゃったね。普通に多分次は攻撃してくると思うんですけど、呪いとか持ってたりするかな。だいぶ、そっか最後無限大のもね。無限大のとかロシアンはね、ダイマックスできないんですよ。海洋画とか、イベルタルとかは、ダイマックスできるんですけれど。代わりに、ダイマックスポケモンに、すごい威力が出る技を持ってる感じ。チンチンチン！大ハローかな、多分。大ハローですね。防御を下げられたものも大丈夫だと思うんですけど、起きてましたね。あ、命の玉か。まあ、でも、巨獣団一撃でミミッキュは倒せるとは思うんですよね。グラスフィールとか割っちゃいましたね。でもこれは巨獣団一択ですね。やけどのダメージを稼いできてる感じかな。地味に嫌ですね、これ。よーし。ドカーン。なんで斬撃で爆発が起きるんだろう、今思ったら。オッケーですね。ダシアン強い。本当に強いですね。いや、噂にたがわぬ強さを持ち合わせている。で、最後無限ラインに。でもこのムーランドが、与えてくれたダメージがちょっといい感じになってるんじゃないでしょうか。でもこれで倒せなかったらワンパチしかいないですからね、こっち。頑張れ！なるほど。なんか、強い子たちのオンパレードって感じの見た目。なんかでも、カラーリングのバランスいいですね。どうしようかな。でも多分、初手。このメンバーだと初手誰だ？サンダーかな。ルガルガンからで、ムーランド。で、最後、生拳がね、結構刺さってるので。サンダー以外は結構生拳で、まあ、入れたらちょっと火力的に重たい、いや、重たくないポケモンいない火力をしてるんですけど、なんとかいけるんじゃないかな。よーし。対戦よろしくお願いします。
って誰からかな。お、困難を乗り越えたスイくん、赤字持ちだ。でも相性最悪ですねこれ。いやネットが嫌すぎるな。でも持ち場のたすきなので、とりあえずストマイチどのくらい入るか。でもルガルガンはストマイチ、この子はね、うん、ルガルガン大好き。あ、捨てたいと。ルガルガンが大好きな友達からね、譲り受けた子なので。え、でも、どうしようかな。サンダー。もう、イベルタルもう、抜群が取れるので、ちょっと。ルガルガンは、一旦、撤退へ。よし。頑張れ、ナムコムシー。かわいい。熱湯はね、大丈夫ですよ。ナムコムシはね、暖かい海にね、いるポケモンですからね。なぜかガラルテは寒いところにいますけれど。で、持ち物は今回食べ残しです。で、これはもう独特ですね。ゾワーってきましたよ、今。まあ、でもね、シェイ君はね、絶対レータの命中率がね、キューコンとかに比べると低いのでね、恐ろしい技を搭載してますね。でも、早々当てられて、困りますからね、守りましょう。もうビクビクしない。守る。いや、もう殺意が高い。どうしようかな。さすがにダイマックスはまだ取っておきたい。確かに2連守るはちょっと、いやでもできることもない。確かにムーランドもまだちょっとあれだし、悩む。でもここはルガルガンに入れ替えて一回は避けてくれないかな。ありがとうの、こまし。よし、再び頑張れルガルガン。あーあー、当たっちゃった。いやー、ごめんな。いやでも絶対レイドは3回打ったらさすがに1回は当たるか。で、ここは、ムーランドから行きましょう。ダイマックスしたらね、一撃必殺技大丈夫なんで頑張れ、ムーランド。ゴー、威嚇ですよ。全然効かないですね、特殊ポケモンなので。さて、ここはダイナックルで火力を上げていきましょう。熱湯で火傷とかしたら嫌だな。あ、帰っていきましたね。誰だろう。エースバーン。エースバーンなら OK ですね。ミミッキュも確かいたのに、それがちょっとあれでしたけど、シュパーン、ヒイー、ダンダンダーン、ワンワンオー。さて、どのくらい入りますかね。はーい、ダイナックヌーン。でも、まあ、OK なんじゃないでしょうか。次のダイナックルで落ちそうですけれど。どうしよう、バンテを消してダイアタックの方がいいかな。ナックルの方がいいかな。いや、でも、ダイアタックしましょう。ダイマックスの可能性も、あ、違った。これは落とせますね。よかったよかった。元の技はね、ギガインパクトですしね。えらい。ダイマックスしてくるかなって思ったんですけど、ちょっと。最後、バンギラスか。ここはダイナックルでいいんじゃないでしょうか。あ、帰っていきますね。
困難を乗り越えたスイカ。ダイナクルー、さすがに落とせないですよね。でもこれで2段階攻撃が上がってる状態ではあるので、体力満タンなのでギガインパクトするしかない。守る砂ダメージかな。さっき警察にダイナックルっちゃいましたけど、もしかしたらあれの可能性も、弱点保険の可能性もありますよね。でもこれギガインパクトするしかないかな。でも特性のせいでこれ PP がもうなくなっちゃう感じ。オッケーですね。とりあえず絶対レイドの恐怖は去りました。オッケーです。さてさて、バンギラス、私はこのターンは動きぬ、反動で動きぬ。さあダイマックスしてきたんですよ。一撃を耐えたんじゃないか。怪獣って感じですね。大アーク、いや、この大アーク嫌なんですよね。よし、ナムコ別に頑張ってもらうしかないですね。まあ、相性的にはね大丈夫そうなんですけれど、可愛い。でも、これどうしようかな。独特入れたいんですけど、とりあえず実行再生でダイマックスボタンを枯らしに行きましょうか。万全を期した方がいい気がする。特防を上げてきましたね。まあまあこのダメージだったら大ロックは半分くらいかな。大ロックと大ロックが多分半分入るくらいなのかな。まあでもここも万全を期して実行再生を。砂嵐がまた降りますね。あーでもごめん、ぺちゃんぽに。だがしかし、ぷにょぷにょなんですよ、ナムコブシは。実行再生。砂ダメージもね、ちゃんと食べ残して回復しますしね。オッケー、ダイマックスのターンを枯らすことができました。ナムコブシ、本当に硬いんですよね。さあ、これでやっと独特を入れに行きます。カミクラック。とりあえず、独特を入れられましたね。持ち物なんだ、ラムとかじゃないですね。やっぱ弱点保険だったのかな。なるべくね、攻撃を受けないに越したことはないですからね。噛みくなく、ね、ナムコブシが食べちゃいたいから可愛いからってそんなことしちゃダメですよ。ストーンエッジ。あ、キュウシュじゃない。キュウシュだと危なかったのかな。ギリギリ耐えるくらいかな。え、でも、なんとかなりそうじゃないですか。二連キュウシュとかは怖いですけれど。いや、ナムコブシの強さ発揮って感じですよね、これは。さあ、ここは守る。あ、降参ですね。やったー。対戦ありがとうございました。と、こんな感じでした。犬ポケトワイツ、原案は前回の動画がナーストワイツということなので、ジョイさんのアシスタントトワイツだったので、今回はジンサーさんのアシスタントたちということで、犬のおまわりさん的な感じでクモンとしてたんですけれど、今月からランクバトルのルールが変わって、伝説ポケモンが参入してくるということで、考えた結果、ザシアン強いらしいし、普通に犬ポイツにしようってなったんですよね。最後まで動画見てくださってありがとうございます。楽しんでいただけていたら、チャンネル登録とグッドボタン、あとコメントもとっても嬉しいです。ツイッターもやってるので、そちらもよかったらフォローお願いします。じゃあ、じゃあ。